皆さんこんばんは。ミステリー大好き VTuber のしおりだよ。実はさ、最近さ、あんまり本が読めてないんだよ。でね、もうね、積んどくがね、どんどんどんっていう風にタワーになっていっているので、今回はそのタワーの一部を5冊ずつみんなに紹介していこうかなという動画になっております。なんかね、今回は5冊で、その次もまた5冊みたいな感じでご紹介できたらなと思っております。なので最近買った小説ってことだね。あー、これ買ったとか、あ、買いに行こうまだだとか、この本面白そうとか思ってくれたらもう嬉しいなと。ではでは、もう早速ね、1冊目からいってみよう。はい、それでは1冊目は夜の国のクーパー、伊坂幸太郎先生ですね。はい、こちらはですね、最近出たとかではなくて、2015年3月20日に初版が発行されて、2022年去年の1月の28日に新装版として出ているという。見て、めちゃめちゃ可愛い装丁じゃないか。あの猫ちゃんがちょんっているのもいいし、この色合いとか、赤があって灰色があってピンクがあって、もうとっても可愛いなって思います。伊坂幸太郎先生のは徐々にね、読んでいっているので、こちらもすごい楽しみだなと。この手に取った理由がですね、帯なんですけれども、伊坂幸太郎先生が帯にこう書いてるんですが、僕の小説の中では最も本格ミステリー度が高い自信作ですという、今でいう特殊設定ミステリーなのではと思ったりもしますって書いてあるので、本格ミステリー度が高い。でも裏を見ると、本格ミステリー度が高いっていうか、ファンタジーな気がするんだけど、なんだろう、気になるっていう風になっちゃった。で買っちゃったんだけど、なんでファンタジーって思ったのかっていうのを、裏のね、ちっちゃなあらすじを見ると分かりますので、ちょっと読んでいくね。目を覚ますと見覚えのない土地の草むらで鶴で縛られ身動きが取れなくなっていた。仰向けの胸には灰色の猫が座っていて、ちょっと話を聞いてほしいんだけどと声を出すものだから驚きが頭を突き抜けた。僕の住む国ではバタバタといろんなことが起きた。戦争が終わったんだ。猫は摩訶不思議な物語を語り始める。これは猫と戦争、そして世界の秘密についてのお話って。これで本格ミステリーってどういうことなんだろうね。なんかさ、猫ちゃんが喋るっていうのでもうファンタジーな感じがしない？で、戦争と、あとは、猫と戦争と、そして世界の秘密について、いや、もう気になってしょうがないんだが、どうなんだろう。これを読んでさ、やっぱりなんかファンタジーみたいで素敵だったよとか、いや、これ本格ミステリーだとか、なんか思いたい。もう本当に読むの楽しみです。これが1冊目では2冊目、潮風氏一家殺害事件、あるいは迷宮楼の殺人、早坂やぶさか先生です。こちらも本当にめちゃくちゃ最近の小説になっておりますね。発売日はやっぱりね、早かったと思うんだけど、こちらの初版一刷り発行の日付が5月30日になってるけど、その前にもう出てるね。早坂やぶさか先生の、なんかさ、これね、実は早坂やぶさか先生のツイッターでももう写真が載ってたんだけれども、中に迷宮楼全体図っていうのがあって、もう図がね、書いてあるのよ。もう好きでしょ、ミステリー好きにはたまらんでしょ。その何、館の図解、間取りみたいなやつ。いやー、これもうどうしよう。迷宮楼だからね、分かっているでしょう。迷路みたいになっているわけですよ。で、そこに名前が書いてあってさ、これ楽しいよ絶対。あ、もうね、こう本当はね、この潮風氏一家殺害事件、あるいは迷宮楼の殺人、ちょっとね、タイトルが長いな、どういう物語なんだろうと思ってたんですね。後ろ読んじゃうよ。もう帯のね、後ろに少しね、あらすじみたいなのが書いてあります。6つの迷宮入り凶悪事件の犯人を集めた、
各人に与えられた武器で殺し合い生き残った一人のみが解放されるバトルロワイヤルだね。女名探偵の篠宮優歩は迷宮牢で目を覚ます。姿を見せないゲームマスターは6人の未解決事件の犯人を集めたというが、ここにいるのは7人の男女。全員が自分は潔白だと言い張る中、一人また一人と殺害されていく。生きてここを出られるのは誰なのか、そしてゲームマスターの目的はという、うわー、なんかそうみたいな感じ、映画のさやつだったりとか、まああとはやっぱりバトルロワイヤルだったりとか、その閉じ込められるっていうと想像してしまう。あとはそうだな、迷宮牢ということで迷路間の殺人とかもね想像しちゃったりとか、もういろいろな楽しみが詰まった一冊なんじゃないかなと思います。いやー楽しみだな、すっごい。これも買った時にもうワクワクしちゃって、楽しみ。ソフトカバーなんですよ。でそれを開けると、あ、こんな感じなのか迷宮牢ってっていうのが立体的に書かれてたりするので、ぜひね、あのご購入した方はね、ページをペラッと、ページ想定をペラッと取っていただいて、中見るとかっこいい絵がまたね出てきますので、ぜひご確認ください。はい、では3冊目はこちら、斬新ザどんでん返し。あーい、みんな大好きどんでん返し。こちらがですね、かなり1,2,3,4,5,5,5人の作家さんがいらっしゃるにもかかわらず、ページ数はですね260ページととても読みやすくなっております。あ、違う、もっとかな。あ、解説が入っていたので実質243ページですね。どうこれ、芦沢陽先生、厚川辰巳先生、伊吹亞門先生、斜仙道祐樹先生、白井智之先生、こんなすごい作家さん5名がこの薄さの短編どんでん返しを書いてるっていう、この一冊で5回楽しめるだよ、すごくない？これどこで騙されたのか答え合わせもぜひって帯に書いてあるの。なんかさ、これみんなで読んでさ、これどこで騙されたのみたいなさ言いたいよね。斬新なアイデアでミステリー界を騒がせる人気作家が大集合。いやーいいなー、斬新なアイデアってほんとすごいな。すべて新作、読み味いろいろ、驚き様々な短編5つ、すっごい贅沢。多くの読者から支持を集めるどんでん返しシリーズ、今作でも今最も読みたい気鋭の作家が集合した。アイドルグループに所属する主人公の企みを描いた芦沢陽先生、踏み台殺し屋という裏の顔を持つ男が遭遇した事態とは、厚川辰巳先生の俺以外のやつだ、時代ミステリーならではの動機に目を見張る伊吹亞門先生、剣闘士戦は西へ、残された手紙から謎を読み解く斜仙道祐樹先生の私有7色、そしてクロートサークルプラスロジック、白井智之先生の人食い感の殺人、少しの時間で大きな驚き、圧巻のミステリーアンソロジー。わー、なんかさ、すごいのはさ、こういう短編でさ、なんかこうクローズサークルとそのなんとか感の殺人みたいなのを出してくるっていうのがすごいな、白井先生。いやー、皆さんもすごい楽しみですね。驚かされること絶対なので、電車の中とか旅行行った先でとか、おー読みたいね、ちょっとした休み時間に読んでっていう楽しみも得られる。いい、はい、ですね、皆さんは本をさ買うときにさ、なんか今きっとさ、本をバッグの中に入れる作業台みたいなのがレジとは別であったりすると思うんですよ。ご自由にお持ちくださいのしおりとかあるじゃん。そこでよくチケット置いてあるんだけど、このチケットちょっと面白かったので取ってきました。恐竜図鑑、失われた世界の創造ということで、これね、あの2023年5月31日から7月22日までに上野の森美術館で恐竜展みたいなのあるんだって。
ていうのがあって、これ100円引きのチケットなんですけど、恐竜がね、しおり好きだからこれ買っちゃった。このイラストはティラノサウルスの毛が生えてないバージョンだと思うんだけど、あの恐竜が何が好きかって、本当に子供の時から恐竜展とか結構行ってたの。あのお父さんとかにね連れられて、で恐竜展が好きすぎて、なんかその恐竜でさ化石とか普通に売ってるんだよね。アンモナイトの化石だったりとか、サメの歯の化石っていうのが売ってて、別にサメの歯は多分恐竜とは全く関係ないんだけど、子供の時にそのサメの歯の化石をね買ってもらって、でそのなんかちっちゃいケースみたいなのが入ってるのよ。でそこが開けて、そのサメの歯の匂いを嗅ぐってことやってた。え、別にそのすっげえ臭かったすっげえ臭かったんだけど、なんか神秘にこう手を触れてるような感じで、子供の時に「あー開けてかくっせー」とか言いながら楽しんでたっていうのを思い出して、このね恐竜展のねチケットをね手に取ってしまいました。こういう楽しみも本屋さんにあるなっていうのはね、あの一つのしおりのつい先日のエピソードでございました。では4冊目、近畿装置、長江俊和先生ですね。長江先生の方は基本的にね買っていて読んでいるんですけど、この近畿装置はこの近畿装置はしおりが初めて手に取れた本かな。平成30年の12月25日に初版発行って書いてある。本書は2002年11月に商社より刊行された角川ホラー文庫ゴーストシステムを過失修正の上解体したものです。あ、そうなんだ、ゴーストシステムっていう本だったんだ。それが近畿装置に変わったと。あー、そういうことなんだね。いや、この近畿装置、まあ、恋愛禁止だったりとか出版禁止だったりとか、いろいろねありますけれども、ちょっとそのシリーズなんのだろうかと後ろに見ていきましょう。受け取った人が次々と謎の自殺を遂げるというメールが高校2年生の津田楓の元に届いた。直後に親友のぞみが投身自殺を図る。血を流して倒れるのぞみの手には九段のメールが表示された携帯が握られていた。一連の自殺に興味を持ったテレビディレクターの岡崎玲子はニュース番組の特集企画として取材を始める。やがてメールの数列は暗号であることが分かってきて、大人気禁止シリーズ著者の小説家デビュー作だ。あ、デビュー作だったのか。おうほうほうほう、これすごいホラー感が満載ですね。ミステリーというよりはホラーより。参考資料にもムーって書いてあるから、もう完全にねあのホラーだったりオカルトな感じがしていいな。なんかあのメール自殺メールとかそういうのなんだ。なんかしおりも前にメール来て、なんだっけあれ、なんかいつ頃だったかな、小学校の時とか、今から新宿に来たらあの2000万お渡しします、これはもう本当に あなたにしか渡せないお金なんですっていう風にメールが来てそれをなんかみんなで、え、しおりにしか渡せない2000万とか1000万とかってどういう意味なんだろうねっていうのを話し合って終わったっていう、あったな。いやでもこういうなんかさ、そこからこうだんだんとこの恐怖になっていくんであろうか。本当にあの長江俊和先生の本ってすっごい読みやすいんだよ。今ねしおりのお母さんがね長江先生の出版禁止を読んでるんだけど、もう止まらないって言ってた。面白くてどん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 読んでしまうと。いやそうだなって。そして全ての本に驚きが待ってるんだよね。しおりの中では長江先生の本の中では出版禁止が好きなんだけれども、この近畿装置もね見てね好きになっちゃったら、もしかしたらランキングが変わっちゃうかもしれませんね。いやー楽しみです。はい、最後は
知念美希人先生のよもつ戦、これはもう話題になってますね。読書メーターでも読みたい本ランキング1位になっていたりとか、こちらね、小説紹介クリエイターの健吾さんが激賞している本でございますね。実はね、しおり、こちらですね、サイン本を持っております。びっくりした。本屋さんに行った時にサイン本って置いてあって、ラスト1冊だったからもうこれ買うしかねえと思って、先日のバイオホラーって書いてあるよ。その森には何かいる。これさ、すっごい怖いんだって。ただホラー、バイオホラー初めてですね。で、このバイオホラーっていうとなんとなくこうゾンビイメージしちゃうんですよ。バイオハザードからね。でさ、そのイメージからするとバイオハザードってさ、ゾンビバンバン撃つじゃん。だからホラーっていう感覚あんまりなかったの。だけどめっちゃ怖いんだって。ツイッターでも上がってくる文章、上がってくる文章がもうめっちゃ怖いとか、怖いのに読み進めちゃうとか本当あったから、もう気になって気になってて、後ろ読むね。著者初のバイオホラー、黄泉の森はアイヌの人々が恐れた禁忌、侵入すればよもつ戦の餌食になるよ。アイヌってことは北海道の方なんでしょうか。へー。最近もリゾート開発を始めた会社の作業員たちが行方不明になり、現場には何かに蹂躙された痕跡だけ残されていました。警察はヒグマだと断定しましたが、あんな殺戮は考えられません。あ、ヒグマちゃん、そっか、7年前にもあったんだ。金域のそばの一家が行方不明になった神隠し事件が、残された女医は今も家族を探し続けているよ。2つの事件はよもつ戦の仕業なんでしょうか。これは噂ですが、作業員は死ぬ前に神秘的な青い光を見たそうです。かなりホラー、なんだろう、なんかちょっとそのバイオっていう感覚があるよりも、こういうのを後ろ見ると、あ、何かお化けみたいな近いのかな。どうなんだろう。いや、もう本当に楽しみ。いつ読もうって思っちゃう。こういうさ、もう今ね出した5冊はもう全て本当に楽しみなんだけど、この楽しみのやつってさ、もう本当いつ読もうってならない。もうすぐ読みたいんだよ、すぐ読みたいんだけど、なんか素敵な、例えば紅茶を買った時に読もうとか、なんかそういうので読みたくなっちゃうんだよね。いやー、いつ読もう、楽しみ。はい、こちら5冊がね、今回の購入本でしたが、いかがでしたでしょうか。皆さんもう買ったよだったりとかね、これから買うよ、楽しみだなっていう本たくさんあったと思いますが、どうでしょうか。いや、これもさ、もうどこから攻めていったらいいかね。ねえ、いやー、夜の国のクーパー行こうか、潮風、どんでん返し、近畿装置、よもつ戦、どれも楽しみだね。全部違うからさ、全部読みたい。全部、まあ、もちろん全部読むんだけどさ、もうなんかね、目ん玉が何個もあったらさ、もうザーって読めるのにね。いやー、いいよね、読むの早い人、本当に羨ましい。もうこうやってね、積んでくのは正義だから。みんな積んどくしてしまってるとか、そんなことは全然気にしなくていいと思う。もう自分、しおりにも言ってる、自分にも全然もう積んでこ積んでこ、もうそれは正義だから。そうすれば絶対に幸せな人生を送れると思っておりますので、ぜひ皆さんも積んでいこう買っていこう。はい、それでは皆さん、最後までこの動画見ていただいてありがとうございました。次回もね、購入本紹介5冊やっていきたいと思いますので、それもお楽しみに。ではチャンネル登録と高評価ボタンもよろしくお願いいたします。じゃあね、バイバーイ。高評価はね、ハートね、ハート、ハート、ポチポチ、ポチポチ。